これでよしえーと、こんばんはあああちゃんと言ってるでしょうか今ちょっとあのー、配信設定配信設定というかこのこいつの設定で随分手間取ってましたこんばんはあ今年もよろしくお願いします明けましておめでとうございます今年もよろしくお願いします <coughs> というわけで、えーと、走ってからもう10日ぐらい経ってますかね。あ、そっか。ちょっと待ってください。えーと、こっちが先か。これでよし。ちょっと BGM ないと自分でもちょっと違和感あるんですけど、<laughs> 振り返り配信やりたいと思います。年末の長崎旅行です。で、あの、長崎ってこれまであの自転車で走ったことなかった、唯一の県だったので、歌を、 これってあの、後で YouTube に公開するために録画してるせいもあるんですよ。これで BGM が入ってしまうと、あの、YouTube に引っかかっちゃうんで、あの、楽曲の著作権か何かに。といって、あの、音声だけにしてしまうと、今度はあの、今用意してるこの動画とかの音声も入れられなくなってしまうので、えー、っと、どこ行ったっけこっちか。これで全国制覇、あ、おめでとうございます。 まあ全国制覇というか、一応全部の県を掠めたのを含めて走ったことになりますね。で、今回あの、のメインはここの五島列島っていう、えー、船で3時間ぐらいのとこなんですけど、1日目は移動,あの移動を兼ねて、移動日を兼ねて、この長崎市街をちょっとだけ走りました。長崎をと言いますよね、YouTube さんは曲がですね、生演奏ですら引っかかったんでびっくりしました。 あの今年の夏に、夏って言っても遅い夏に、あのー、えりも岬とか走ったときに、大樹町のあの祭りに行って、あの、中学校の演奏ブラスバンドかなんかの演奏が、あのー、引っかかりました。アフリカンシンフォニーでしたっけアフリカンなんとかの曲が引っかかりました。青空と、あ、さっきのあの、この後、割と早く出ると思います。えー、役年なんだけど、役年何かネガティブなこと、気づかないうちに役年終わってたと思います。 私は、あの、神頼みもしないし、役どしも信じてないです。何かあっても役どしのせいじゃないです。ぼ、枠、あ、いらっしゃいませ。で、初日はですね、長崎空港ってこんなあの、えっ、ー、と、離れ離れじゃないや、まあ出島みたいな感じかな。長崎だけに。著作権切れの切れのがあればいいんですけどね。あとは YouTube で使える曲が何かあれば、交差点の、 いや、あれはさすがに音,音源として引っかかないと思いますけどね。そう、オムラワンです。で初あの最、初日はですね、27日に木曜日でしたよね、確か。早めに休み取って、朝から長崎空港に来ました。で、普通ここからのバスとかでこうぐるーっと回って長崎市街まで移動するのが普通なんですけど、あのー、 これ、いつ考えたんだったかな朝考えたんだったか、向こうについてだったか。確か、うん、飛行機乗る前ぐらいですかね。に、あの、変な、このフェリーのルートがあるのに気がついて、こっち通ってわざわざ行くことにしました。というわけで、えーと、ちょっと待ってください。えー、全国アンギアできるのはどこからそんな力が、他に、他に趣味がないからかな。こんばんは、よろしくお願いします。 あ、大村市っていうんですかあそこは。大村湾の。冒険者。明けまして、おめでとうございます。船買ってないです。山川か。今回本当に長崎は市街地だけでしたね。あの、五島列島以外のとこでは。あ、なんか <laughs>、今フィードバック、あの、ヘッドホンに自分の声が、右耳だけ入ってたのが両方入るようになった。音声大丈夫ですかね独身だからそうですね。で、これ朝の羽田空港7時ぐらいの便で、 にで、スカイマークだったんですけど、あのスカイマークの機内紙に、あの実家の福岡の近くの東宝村ってとこが紹介されてまして、これ。で、棚田があるとか、あの次のページにあの、駅舎の中に食堂があるとかいろいろ書いてあるんですよ。で、これ見てここ行きたいなと思って結局正月休みの間に行ってきましたね。まあ、その話はあの、この旅行の次の振り返りでありますけど。 あ、大丈夫ですかね。自由が。えっ、ー、と、これは、あ、そっか、これあれだ。あのー、私、乗り継ぎ便って初めてだったんですよ。で、あの、長崎来ていうのこの神戸空港を経由していくんですよ。ここで一旦止まって、一旦降りて、で、あのー、同じ機材でこっちに長崎の方まで行くっていう。で、はじめ、あの、生まれて初めてだったんで、本当に。 これあの神戸空港の中で待機してるところですけど、あの神戸空港に着いた時点であの全員が降り始めたのでちょっとびっくりしました。てっきりなんか乗り継ぎの人はそのまんまあの乗ったまま入れ替えがあるんだと思ってたら全員降ろされるんですねあれ。で、全員が降りててももしかしたら私一人だけが長崎行きで他の人は全員ここにここで降りるのかもしれないとかちょっと思ったんですけど、まあそんなことはないんで。 長崎空港で、あ、長崎じゃない。神戸空港で行ったおりました。で、のも、いろいろ、今、あの着々と準備してますから。そう、トランジット便ですかね。えー、っと、く、く島かなく島城市は、勝負の頃。あ、大村ですね。大村はですね。よろしくお願いします。からしれんこん買ってないです。私は辛いのはちょっと苦手かな。苦手な方かな。で、 えっと、これはどこかなわかりませんけど、あの、飛行機に乗って、あのー、えー、上空で電波を発しない機器は使えるっていう時間内に撮った写真です。確か昔は離着陸の時にも撮れてたと思うんですけどね、最近デジカメもダメですよね。そう、神戸空港。で、長崎空港に着いたらこんなんでした。長崎みかんって有名なんですかね私知りませんでした。全然、福岡の出身ですけど。カラシエンコ熊本でしたっけ 一 <laughs> 人、まあ,あの、じっとしてたらそう言われたんでしょうね。えっ、ー、と、いらっしゃいませ。田んぼだらけ。まあ、えっ、ー、と、時間で言うと、これは10時22分、まあ分かんないですね。で、ここからですね、あのー、この長崎空港の長崎空港の敷地内で、えっ、ー、と、分かるかな、これ。写真で見て分かるかどうか。 あのこれが、長崎空港のターミあの飛行機のターミナルで、ここからこう、ずっと歩いて行って、こっち行って階段をると、ここにフェリー乗り場があるんですよ。これが結構長い。あの、ツーリング装備で歩くのは結構きついです。で、しかも乗り,乗り継ぎがギリギリで、飛行機が遅れたせいで、なんかもうフ、あのフェリーが出る時間が過ぎてるんですよ。で、フェリーの係の人が急いでくださいって言われて、で、一応、せかされて行ってはみたんですけど、 あのなんかこの辺り面白そうだったんでゆっくりしないともったいないと思って、えー、30分後の次の便まで待つことにしました今日は何しようと仕事してましたハウステンボスはそうですね佐世保のもうちょっとあた辺りでしたっけ長崎の観光,ああの観光情報誌って大体長崎市外とハウステンボスしかないんですよあのゴトレットとか島原とか載ってないんですよね あ動くほど、ただこの時は走らされたような気がする <laughs> 最もリスクのある選択を、ん最もリスクのあるそう、この船結構、あの船というか、このタイミングなら面白いですよ面白いというか、あの、えー、っと、苦しそうです。とても苦しそうでしたあと、予想外に小さ,い船な小さい船なんですよ、こんなんですで一応、あの自転車の袋は乗せられたんですけど、入り口のところギリギリでした ハウステンボスの意味がわからない私も全然知らないですハウスとテンボスのそれぞれの意味知らないですねあのハウスって言っても家のハウスじゃないですよねあとそうそうあ確かこっちハウステンボスの方に行く船だったかなこれも出てましたこっちは1時間半か2時間に1本ぐらいでしたねでえっ、ー、とこれでよ,ようやくあれださっきの動画ですえっ、ー、と実際の船はこんな感じでした 나 어, 다짐한다. でもそんなに船は弱い方じゃないんですけどこれはさすがに <laughs> これは沖縄の方でもお、えー、ととし年末かな前々回の年末に伊是名島,島から伊勢ヶ島に渡った時もかなりな揺れの小さな船でしたでかい船っていうのは本当に安定してるんですねあ水中線そう海面の飛びをそのままというわけで上陸しましたこれでちょうど12時過ぎぐらいですね で、ここやってる、えー、っと、ここやってる会社何店だったかなこのフェリーやってる会社が、あの、このターミナルの目の前にホテルも経営してるんですよ。で、ここでなんかフェリー、あのフェリーを利用する人は朝ごはん、朝ごはんが安いとか、えー、宿代が何百円引きかとか、いろいろあるんですけどね。で、ここでランチもやってたんで、日替わりランチ600円とか、えー、くつろぎのコーヒー200円とか、あ、湖。 ただ結構波は出てたと思います。まあ風が強かったせいかな。で、これが日替わりで、えっ、ー、と、普段500円のところ日替わりの、えー、値引きが入って450円の、450円のチキン丼です。この丼ぶりかなりでかいんですよ。で、あのサラダっぽいのもいろいろ混じってたりして、で、えー、温泉卵も入ってて、これで450円、むちゃくちゃ安いと思います。 あの九州だからなのかこの、えー、と直営のホテルだからなのか分かんないですけどねえっ、ー、と板橋区に住んでないです私は区民じゃないですあちがちう,違う私は区民です区民だけれども神奈川県の区民ですあと味噌汁がちょっと甘い感じで九州っぽいなって思いました実家の味噌汁も甘いかな昔宮崎の方にもう10年ぐらい昔ですけどね 友達と一緒に走った時も、なんか、味噌がえらい甘かったです。で、えー、っと、あと、あ、そうそう、この、目の前がフェリーターミナルです。確か、この時高校生の、あ、いた。あ、立ち、ちょうど立ち去るところか。なんか、あの、かなり寒い風が吹いてたんですけどね、なんか高校生カップルが暖かそうにしてましたよ、二人で。そう、浜っ子でございます。米味噌ですかね。 で、あとコーヒーも100円だったりしました。かなり安いんですよね。で、この後長崎市街の方まで走っていって、もうこれ市街地にだいぶ入ったところかな。アメリカ横断企画か。そんな話誰がしたんだ。いらっしゃいませ。えーと、薩摩はどうだったっけ鹿児島ですよね。そんなでもなかったと思いますけどね。なんか宮崎とかこ長崎とかの方が印象に残ってる。 えー、今後誰かという予定は、特に計画してないですね。自分一人で行く計画すら立ててないんで <laughs>、味噌コーヒーではないです。小学時、小学時か、下。長崎路面電車ですね。もう覚えてなかったです。いなかった、いなかった。で、これが大浦天主堂。確かもっと拡大したのがあったかな。 この大浦天主堂、私は名前覚えてるんですけど、あの見た目は全く覚えてませんでした。ん赤砂、赤砂。あれ赤砂って文字です。どっかで見たような。さっきの中に出てました赤砂。違うよな。ん赤砂、赤砂。ダメだ、思い出せない。米麹の割合が多いから豆。あ麦味噌もそうなんですか 高人って屋屋敷高人って人でしたっけ芸能人ということしか知らないですで、えっ、ー、と、このーラ天使堂の前のえー、っと、書いてないかなサントス通りカフェサントス通りこの建物がですね、あのカトリックセンターってあ、書いてあったカトリックセンターっていうところでここはユー数ホテルもやってるんですよで、この日の宿はここに取りましたえー、っと、死因死因って何でしたっけあ、死因っていうのは亡くなった死因か で、ユースにあの荷物置いて、ついでに手袋も一緒に置いてきてしまって <laughs>、この後痛い目見るんですけど、んフェスタ赤子店は、どれですかねこの写真の中んシーン、シューン。これは長崎駅だったっけあの、鹿児島中央駅みたいに観覧車がついてるんですけど、これ長崎駅かな違うかなまあ長崎駅近くのなんか、 ビルで、すかねで、えー、こっちが観光地のメガネ橋なんかこういう形の、えー、アーチが2つあるのが1つあって他にもなんか1つのアーチの味のある橋がいくつかあるんですけどね日本横断制覇うん、横断海外うん海外考えてないですね言葉の壁があってもやさまでえー、長崎のことですかね でこれ明らかにあ後付けだろうっていうなんかハート型の石が埋め込まれてて私がこれ撮った時にまだ人あんまり集まってなかったですけどちょっと経ったらもうこのありさまでしたねこれ集合写真撮ってるのか結構あの観光客の人来てましたね27日ハートの石いや触ってないですえ触るとなんかまずいんですかね結婚ですかん結婚ですかってあのハート型の写真あの 石の時ですかね。次は各都道府県に。んきびだんごってこっちでしたっけ埋め込める。でもこれって昔からあり、ないでしょこれ <laughs>。取り出して埋め,埋め直したんじゃないんですか違うんですかなんかここにあの、削ったような跡もあるし。これは、これは、昔のものじゃないですよねきっと。と思いますけど。 で、この後出島見に行ったら見つからなくて、まあ、これあの出島中に立ってる建物なんですけどね。で、コメントで教えてもらったのが、これがあの出島の、えー、外側のアーチです、アーチっていうかあの、えっ、ー、とカープでした。どうやって途中で、どうなんですかねあれ。私詳しいこと全然知らなくて。えっ、ー、と出島がですね、私出島が存在することは知ってたんですけど、どうなってるか全く知らなかったんで、 えーっと、うーん、あれどれだあ、これか。なんか、なんかこの辺りです。この辺りが出島だったところらしいんですけどもあの、埋まってしまって分からなくなってます。享保3年、嘘 <laughs> え、じゃああれは、ハート型、意図的にハート型にしてないんですかねしてますよね。その当時からハート型の衣装があったってことなのか。 あ、裏紙ですか。そうか、大浦はこっちの方にあるやつでしたっけえっ、ー、と、大浦天守堂は、確かこっちの方にもなんか似た名前の天守堂ありますよね。えっ、ー、と、グラバー邸とかと一緒にあるやつ。ちょっと場所わかんないでいいや。シーボルト。 旅博覧会の会場っていつの話ですかね旅博覧会。あ、で、これがあの、えー、出島の内側の方のカーブですね。こっちはなんかそれっぽい感じでした。そう、あの、天に運を、運を、ん運を天に任せる道ですね。で、この後、あの配信終わらしてあの、中華街に夕ご飯食べに行きました。ザビーレルの、あ、そうなんでしたっけ えー、長崎、新地、中華街この新地っていうところが中華街なんですねただあの横浜の方の中華街みたいなものすごいブロックあのたくさんのブロックじゃなくてだいたい3ブロック分ぐらいの,の 2×3 ぐらいのブロックに固まってる感じでしたねなんか別の施設のハート型の石をどうなんですかね 強報3年嘘です。そうか嘘なんだ。嘘なのかよ。<laughs> 完全に信じてましたよ、今。長崎の中華街はラン,ランタンフェスタ確かもう今やってるんだか終わったんだかぐらいじゃないですかね。えーと、なんで BGM? あとであの、録画を YouTube に上げるための考慮です。YouTube に上がってるやつあれ BGM 入ってないんですよ。やっぱなんか寂しいですかね、一人で喋ってると。 裏がつく地名、人名。ちょっと地名わかんないですけど、地名は多かったですね。中華といえばチャーハン。あ、で、こっちはあのちゃんぽんです。長崎ちゃんぽん。で、これはえっと、なんて店だったか、適当に入った店で食べたちゃんぽんなんですけど、特徴としては、思いっきり豚骨ですね。あの、濃いです。豚骨が。で、豚骨は濃いんだけど、麺は割と柔らかめで、 個人的な好みから言うと、スープはこっちのが好きだけど、麺はリンガハトのが好きかな。えー、あれ確か1月じゃなかったですかねランタンフェスタ。まさか信じるとは。<laughs> それっぽいこと言いやがって。大阪は、大阪城とか、あれあれ大阪城の石を切り出したって、そうか。あれ小豆島か。カレーみたいな、ちょっと色強調も入ってますけどね。 うん、そのコーナの、えー、豚骨スープなんですよ。んいチちゃんンってどこですか知らないです。チェーン店ですかね。カレーラーメンではなく、ちゃんぽんです。またテロです。でご飯食べて、その後あの、まあポ、あの、その店のポスターでも見たんですけど、この稲佐山っていうところの夜景がですね、えー、新世界三大夜景の一つになってるらしいんですよ。まあ、ポスターで見るとすごい夜景だったんで、 まあそれを見に行こうと思って、まあ、このロープウェアあるんですけどね。で、道を見てみたら自転車で、あのー、登れそうだったんで,で、さっき言ったんですけど、あのー、ユースに荷物を置いたときにグローブを置いてきちゃったんですよ。防寒グローブを。だもんで、近くの百均の店探して、あのー、100円のグローブ買ってきました。グローブというか、暖かいものを。い <laughs> でちゃんぽんは、あ、竹雄って竹雄温泉の竹雄ですかね。 ん竹温泉行った時なんかちゃんぽん食ったな。長崎ちゃん麺っていうのやってませんでしたかあのあたりで。長崎ちゃんぽんじゃなくて、長崎ちゃん麺っていうの見た見て食べた覚えがある。確か。それも10年以上前ですけど。福山、えー、なんて読むんだっけ正春と同い年。えー、知らないけど同い年だと思います。リンガハットうまいんですけどね。豚骨があっさりしてて。 えっと、ちゃんぽん、ガラス廃イあ、ありますね。あの、思いっきり吸い込むと割れそうなやつですね。えー、これ、大円の中だったかな。うん、あの、バスターミナルの上んとこです、これ。あの、地元で知ってる人だったら。夢タウンって名前だったかな違うかな <laughs> 短い。かなああ、割とそうかも。風通し良さそうだけど、まず風通しは結構いいです。ただのフリースなんで。あ、やっぱ、竹温泉ですね。皿うどん。 で、この後、あのー、その、ちゃんぽん食べてる間に、えー、ルートラボで検索して、まあ、どんぐらいの登りがあるかってのを見て、ま、あいけるかなと思って、標高300メートルの、この稲佐山に登りました。さっきの写真は、ここの橋渡ってるとこですね。えー、っと、えー城、城島でしたっけあのー、いつも年齢、寝退されるリーダーですよね。鉄腕ダッシュの人ですよね。 えー、海のそばは、うん、この時かなり寒かったです。ハートして2、え、そんなにあるんですかあれ。え、じゃあ見つけたの1個、あの1個だけじゃないんですかあれ。福山雅治の実家は、マジで。平均シャドウ8%パー。うん、多分そんぐらいでしたかね。BGM は今から鳴らすのはちょっと厳しいかな。もう今、あの、えっ、ー、と、いろいろ設定が、設定が必要なので。あ、これで、 あのこの上に見えてるのが、その稲妻山のてっぺんの、えー、なんていうんだろう、建物というか、あ,あぼ思いっきりぼやけてますね。これが展望台で、こっちにテレビ、あの、アンテナ,ンテナのタワーがあって、この辺りがあの駐車場になってますね。300m 登ろう。いや、結構悩んだんですけどね。で、まあ、普通の道の途中に、ああ、拡大しすぎる。 稲佐山、ん稲佐だけって言ってます。そういえば書いてあったな。稲佐だけ登山道、ん登山道路入り口か。まあ、あの、かなりな斜面の、ただの市街地の中の道なんですけどね。ロープウェイで行ける。確か往復1600円ぐらいでしたかね。さだまさしはいなかったですというか、さだまさしは顔は知ってるかなうん。いれば分かったと思います。急坂を見つけると、いや、それ多分私じゃないと思うな。 私はその坂が急だったら嬉しいんじゃなくて、景色が良かったりするのが好きなんで、で、もう真っ暗の中に登っていって、これ書いてあったかなえーっと、書いてないか。途中なんかこの駐車料金徴収ゲートがあるんですけどね。で、別のとこに書いてあったのが、えー、夕方5時半から夜9時半までは、あのー、一般車両は頂上の駐車場を使っちゃいけなくて、タクシー OK と。 で一般車両は、えー、5 0ルぐらい下の別の駐車場を使うようにって書いてありました、えー、とカメラはソニーの RX なんだっけ ?RX100 です確かそうですえと、ー、そう,う,う DSC の RX100 です街灯があでこれよう,ようやくついたとこですね <laughs> でこれあの配信はせずに録画しながら登ったんですけど てっぺんについた途端にバッテリー切れてしまいました。で、予備バッテリーもその時持ってきた分がなくなって、ほぼ、あの、ピークの、夜景夜景の動画は撮れなかったんですけどね。まあでも動画にはまつんないかな。さだまさしが、あ、そうなんですか。カップルばっかり。いやいや。いやいや。まあそうかな。で、これ展望台の上ぐるぐる登っていくと、あの、これてっぺん吹きしさらしなんですけどね。あの、こういう、 イルミネーションじゃなくて、なんていうのかな、こういう証明された屋上があって、えっと、8度ってことは、勾配14%、ん ?8% ぐらいじゃないですかね。10%はなかったと思います。あ、昼間も。そうですね。<coughs> 自転車、車。自転車がいいところあれですかね。飛行機とか使えるところかな。飛行機とか船とか。まあ、船は車も積めるやつありますけど。 インコを貸してどう,いう意味な、意味かわからない。カメラのシャッターオンは消して、あ、消して使ってますね。だからもう盗撮放題です。定番のコイン。私がね、根室で見たのは2、30秒しか持たなかったの100円で。インコ、インコって何の話ですかで、これじゃあわかんないですね。拡大すればかなりこれ細かく頑張って撮って、撮ったんで、細かく映ってるんですけどね。 この左側が駐車場があるとこで、えー、っと、こっちの方、これ、オームラウンが映ってるのかな多分、この辺りが飛行場じゃ、飛行、あのー、空港じゃないかと思うんですけど、で、こんな感じでございます。どのぐらい止めたら、まあ、2、3秒ずつくらいですかね。本当にむちゃくちゃ綺麗でした。あ、グラバーって、場所がどれかわかってれば、見てわかるんですよね、きっと。 この辺りが長崎駅あたりかなうーん、なんかこの辺りが目立つんですけどね。これはフェリーターミナルのところかなここから翌日、あのー、トレ列島に渡りました。100万ちゃんぽん。グラバー邸って、ライトアップされてるんですかね稲佐山、稲佐山、長崎に夜景があるところです。 ここにあのガントリークレーンでしたっけもう映ってますね。そう、ここの夜景、本当にすごかったです。で、向こうの方、これ何て言うんでしたっけえっ、ー、と、乙女なんとかとか、ん違う、女神なんとかだっけ確かそういう名前の橋だって、あの、近くを歩いてた人が言ってました。で、この橋がですね、上から、下から上に向かってライトアップされてて、こう、光の線が出て、上の雲まで明るくなってるんですよ。わかりますかね <laughs> あ、次湧くか。えー、すいません。0時過ぎちゃったんで、今日ここまでにします。短いな。<laughs> 1日目終わらなかった。大して寝たなかったのに。えーと、夜景も。あ、あと、ちなみに言っとくと、ここの屋上はですね、死ぬほど寒かったです。風が強くて、気温もこの日低かったんで。<laughs> あ、女神大橋ですか。ありがとうございます。本当に寒い思いしながら撮りました。というわけで、すいません。明日続きやります。 じゃあまたありがとうございました。おやすみなさいませ。えー、っと、アームで、な、なしでやってみますと。これでよし。こんばんはいらっしゃいませ。えー、っと、<laughs> ハッピーハッキングうるさいですかそれはキーボードの音がうるさいって言ってないですね、別に。 そう、もうだいぶ黄ばってしまったハッピーハッキング。ああ。ああ。思いっきり今、キー触ってしまいました。えー、っと、今日も一枠。うーん、かな。部屋は片付いてますか何のこと、何のこと言われてるかよくわかりません。どういう意味ですかアイマスの曲、アイドルマスターですね。知ってますよ、アイドルマスター。アイドルマスターは知っている。名前は。思い切って写真なしで、ただ喋るってことですか真っ暗で。 じゃあ始めますね。えっ、ー、と、長崎ツーリングの、あ、しまった、忘れてた。えー、っと、あ、地図、地図は昨日表示したままでしたね。デスクトップ機能から全然いじってなかった。<laughs> えー、年末長崎ツーリングのまだ1日目です。27日の、えー、木曜かな。5日間のうちの1日目ですね。こんばんは。まあ、それなりに勝手に喋ってりゃいいんだな、これは。なんかこの、 喋りが一瞬途切れると静けさが自分で気になるんですよね。あとこれ読み上げをするっていう手もありますけどね。まあでもこのまましばらくやってみます。オッターバーって何ですかね、オッターバー。で、えー、っと、長崎の夜景の写真までは昨日見せたんでしたっけモニター2枚に増やすので、1枚の壁紙は私にします。私にっていうのは私の顔ってことですかこんばんは。BGM ない方がですかね そう長崎の夜景、本当すごかったです。本当に寒かったけど、<laughs> ここですね、風が強いと最悪ですね。ただ、ま、本当に、あの、さすが世界新三、新世界三大夜景でしたっけだなと思いました。静けさをこれでやってみます。で、この後ですね、あの、私、いつも北道戻るのは割と嫌なんで、 えっとここからこう、ここを登って、ここが頂上で、で、あの、こっちの方に下って、ユースホテルまで帰ったんですけどね、この帰り道が、なんていうか、行き止まりばっかりなんですよ。こう行って、こう行って、ここで行き止まりと気がついて、戻って、こっち行こうとしたけど、ここも階段しかなくて、で、ぐるーっと回り込んで、こういうふうに行くっていう、ルートラブで書いても、なんか階段気にせずに、あの、まっすぐ道引いてくれてしまうんで、 そこんな素晴らしい景色を独り占め独り占めですか。ああ、まだあんまり映ってないな。あの、カップルの人たくさんいましたよ。家族の人もいたけど。<laughs> えっと、再生端は結局どこなんでしたっけ ?TBS のやってる音楽放送。あ、放送、番組名ですかそれは。ポコポンさんいらっしゃいませでいいのかないらっしゃいませ、えー。え、八王子でしたっけそうだっけ あの函館が入っているのがもともと日本の三大夜景の一つなんですよね、きっと。ハチプリ、ハチプリ。こんばんは。で、これはまだあの、さっきのその迷いまくる前の写真ですね。この坂,坂道の向こうに夜景が見えてるっていう、ちょっといい感じの。で、ユースまで戻ってくると、えー、どっちでしたっけ大浦天主堂じゃなくて、浦上天主堂の方か。が、 なんかライトアップされてましたあのこのあと藤のあれおかしいな明るさ調整がうまくいかないこの後あと藤レ列島に渡った後のあの境界あちこち境界あったんですけどそこでもなんか夜はこんな風に、えー、この辺りこれ十字架かなここになんか星があってでこんな風にこの光の線が垂れ下がってるっていうこのパターンあちこちありましたみんなこんな感じでやってた やっちゃってるカップルが、あ、あの、本当に真っ暗で見えなかったです。さっきのは写真で、そこそこの録音時間で映ってましたけどね。んでこぼこボコデコあ、本当だ。ああ、あったあった、こんなあの。ここバンプがあるんですよ。あの、全力で下っていったら、転ぶんじゃないかってぐらい、結構派手なバンプが。これ、車で走ったら、あの、海外のカーチェイスみたいになるんですかね。海外のカーチェイスじゃないや。 えとアメリカ的な番組のカーチェイスみたいに坂道の街で昼間空気あ運勢の方まで見えるんですかすごいなあそうかマリの山よりあそこ高いんですね裏上ですねラボでその後あのユースの部屋に私一人だったんで宿配信しました最近割とあのコレステロール血中コレステロールが高いって言われたんで言われたっていうか本当にやばい数字になってきたんで えっと、控えてはいるんですけど、旅行中は控えないです。まあでも中身はちょっとだけ考えてるんですけどね。あの、厚揚げと大根と、餅巾着はあまり控えてないですね。あと、また例によって、このカルピスサワーは飲みきれませんでした。そう、自家置きで。あの、テーブルとか確かなかったと思います、この時。<laughs> 十字架に。貼り付けですか。うん、このお酒飲みきれませんでした、翌朝。 翌朝、あのー、下水道に寄付しました。おでんとカルピス味。むちゃくちゃですよね、確かに。バナナですかなんか朝バナナ食べるってイメージあるけどな。ロープウェイの、どれどれちょっとこっそり自分で。あれコピーできない。コメントコピーして。えー、どれどれあー、なるほど。 なるほどちょっと <laughs> 拡大してないけど了解しましたこっそり了解しました。